じゃあ始まるってよ。飛ぶぞクラ。はじめまして。なぜか北海道で生きている茶葉です。関東じゃ一匹いたら30匹とか言われたりなんかして、人間にはかなり恐れられていたんだぜ。なんだこの虫。おい母さん、ハエたたきあるか。母さん、ハエたたきだってば。なんか変な虫がいるんだって。ああもうそれくらい自分で探してよ。あれいない。もうハエたたきいいわ。関東じゃかなり恐れられていたんだけど、こっちじゃなんかな。ゴキちゃん。茶葉ちゃん久しぶり。ボロボロじゃんかゴキちゃん。何かあったのか。はい、さっきうっかり入ったラーメン屋さんの店主が本州の人だったみたいで、ボコボコにされたです。どこなのそれ。え、いいからその店教えて。教えろ早く。おい、ここです。新聞紙すんげえ勢いで降ってきそうだな。な、なんで嬉しそうなの。またかよ、こんなクソゴキブリだ。どうかしたか。なんかここでこうしてると北海道に来た日みたいだよね。うん。
はい、乗車券確かに。さあ、次、次っと。話せよ。お前だって腹減ってんだろ。ダメです。そんなことしたら人間に嫌われちゃいます。私ら花から嫌われもんだろうが。でもダメです。絶対ダメです。どうかしたんですか？ああ、いえ、何でもありません。どうも失礼しました。まあまあ、お菓子買って。お菓子あと一匹か。どこか違う。